はい、ということで今日はですね、今日はいくつかですね、中国関連のニュース紹介していきます。例えばですね、これテスラがですね、中国で禁止になってるとかね、そういった話とか、あとですね、すごいのがなんとですね、中国がですね、香港の教科書を買い始めてるってニュース、そんなのもあります。ということで今日はですね、ちょっといろいろ紹介していきます。中国ですけれどもね。はい、ということでまずですね、まず最初は中国がですね、香港の教科書を買い始めた、まあとうとう買い始めたって感じですね。ご紹介していきます。で、まず最初にですね、ちょっと当たり前のこと言いますよ。当たり前のこと言うんですけれども、香港の歴史ですけれども、どういうふうにね、これ世界では言われてるかっていうと、まあ当たり前なんですけれどもね、香港っていうと、香港はアヘン戦争後にイギリスの植民地となり、1977年に中国に返還されたってことで、まあこれがね、皆さんが、僕も含めてですけれども、普通に知っているね、これ、まあ世界の事実、多分事実だと思うんですけれどもね、そういった歴史になってますよね。ただこれが、これらの世代の香港の住民にとって、これは歴史的な事実ではなくなるかもしれないってことなんですよ。どういうことかっていうと、香港の中等教育には、これね、高校らしいんですけれども、香港の中等教育には、これですね、高校らしいんですけれども、香港の中等教育には、批判的思考や社会の一員としての意識を教える、通識教育という科目があった。これなんかいいですよね、こうなんか、批判的思考とかありますからね。ただね、でもこれがなぜか、しかし2021年親中派からの批判に対応する形で、この科目は公民と社会発展と名を変え、国家の安全、尊法意識、愛国心を教える科目になったっていうことで、だからさっきあったですね、通識教育っていうのがなくなって、代わりにですね、公民と社会発展というのが作られたということなんですよね。しかもこれね、結構真逆ですよね。さっきのですね、通識教育っていうのは批判的思考とか社会の一員としての意識を教えるですから、批判的思考ってあるじゃないですか。でもですね、これがなくなって、代わりにですね、国家の安全、尊法意識、愛国心を教える科目の公民と社会発展、これができてますからね、真逆ですよね。そしてここからですね、すごいのが、ちょっとね、耳を疑う感じなんですけれども、どういうことがあるかっていうと、なんとこれがですね、この公民と社会発展で新しくできたやつですね。これの授業で2022年9月から使用される予定の教科書には、香港はイギリスの植民地ではなかったと記されている。すごいですよね。香港って言うとですね、1843年から1997年までね、まあ150年以上ね、これ、なんか一応イギリスだったはずなんですけれども、なんかね、イギリスではなかった。香港はイギリスでなかったというふうにね、教科書に書かれてるっていうね。で、これがですね、今香港では、北京政府の影響力が強まる中、教科書には現在の中国政府、共産党の見解のみが掲載されるようになった。その見解とは、中国政府は自国の領土を外国の植民地とするような不平等条約も、自国の領土における主権の放棄も認めたことはないので、1997年までの香港は決して正式には植民地ではなかった。イギリスによって植民地のルールを押し付けられていただけだ。つまり香港はずっと中国の領土だったのだ。というものである。っていうね。だから、アヘン戦争が起きてですね、中国負けて、1842年ですね、南京条約が締結したはずなんだけれどもね、で、その南京条約でですね、こう、香港島ってのは中国がイギリスに活動した場所ね、イギリスになった場所なはずなんですけれども、でもですね、これはなかったことにして、まあ、イギリスがですね、不当にですね、占領していたみたいなね、そういったことにしようとしてるっていうね。まあ、僕らからすると、そういうふうにしようとしてるってことになるわけですよ。まあ、ただこれね、アヘン戦争自体だったらこう、イギリスが悪いとは僕も思いますけれども、ただね、まあ、それはそれとして、条約締結したんですけれども、それはね、なかったことをしようとしてるっていうね。で、これの狙いっていうのがもうちょっとあって、これが、かつてのイギリスの主権をなかったことにしようとする姿勢からは、香港における実効的な支配力をさらに強めるため、何としてでもイギリスの影響力を完全に排除したいという、今の中国政府の思惑が読み取れるってことなんですよね。こういった狙いがあると。まあ確かにこれ今もこれイギリスって言ったらこう、香港からね、逃げ出したい人をこう受け入れてますからね。だからですね、中国としてはすごい邪魔な存在なんですよね。あとですね、イギリスの統治があったって事実があると、独立運動とかね、そういったのにつながるんで消したいそうです。香港の独立運動とか起きるんで消したいっていう。他にもですね、香港がずっと中国だったってことをしておけば、イギリスから香港を返還して50年は香港の独立を認めるってね、それで約束あったわけですけれども、そんなのね、こう存在しなかったことできるじゃないですか。だからね、そういった理由もあると。だからですね、そういった風にしとけば、例えばですね、また香港でデモが起こった時も、あいつらは 100% 頭がおかしいからああいうことやってるんだよって言えるわけですよ。なんか、報道とかでもね、そういう風にできるわけですよ。またですね、今回の教科書からですね、完全にイギリスの植民地っていうのは消えたってニュースなんですけれども、ただこれっていうのはですね、いきなりじゃなかったみたいで、ちょっとね、別の記事に書いてあったんですけど、こうあります。これがですね、中国史のベテラン教師、
チャン・チーワ氏によると、1990年代以前の現地の教科書のほとんどは、香港をイギリスの植民地と記載していたが、ただこれがですね、香港がイギリスから返還された後は、この表現は徐々にイギリスが1997年以前に香港植民地支配していたという記述に置き換わっていたというってことで、だから以前ってのはですね、イギリスの植民地だったってね、明記されてたんですけれども、なんかイギリスが植民地支配してただけみたいなニュアンスに、どんどんニュアンスがね、ソフトになってきてたと。で、ついにですね、なんかイギリスの植民地はなかったっていうふうにね、なんかずっと中国だったっていうふうにね、変わってきたってことなんですよね。あとですね、ちょっとでも中国に反抗的な態度を取るとですね、まあ香港でですけれどもね、そうするとこう、国家安全保障法で、これでまあすぐ捕まっちゃう風になったわけですけれども、これですね、導入された国家安全保障法、これについても書かれていてこうあります。一方、教科書では、社会不安から2020年に、北京が香港に国家安全保障法を徹底し、離脱行為、破壊行為、テロ行為、外国勢力との共謀を禁止したと書かれていた。ってことで、まあ、だからですね、こう、危険な分離独立派がデモしたから、しょうがなくですね、国としてはこれ、国家安全法をね、国家安全保障を導入したって。だからね、必要だったみたいな風に、まあ、教えられてると。学校でね、教科書そういう風になってますからね。そうなったと。ってことでですね、香港ではどんどんですね、完全に中国化が進んできていると。だからね、これ、ますますね、これ、香港の人と中国本土の人の違いっていうのは、完全にね、もうなくなっていくって感じですよね。だからなんか、そう考えるとね、なんかこれ、いいとか悪いとかよりも、こうなんか、僕としてはですね、寂しい感じがするんですよね。もう完全にだから、香港っていうものがなくなるというかね、まあ、中国の本当、完全に一都市なだけになっちゃいますよね。まあなんかね、僕らが思ってるよりも、生粋の香港人とか少ないんですけれども、まあ、それでもね、ヤングジェネレーションの人たちってのは結構ね、中国人の若者と香港の若者って結構違ったわけじゃないですか。でもこれがもうなんか違わなくなっていくってね、なんかちょっと寂しいなって感じがするんですよね。そして、あとちょっと思ったのが、やっぱこれね、こういうの見てもね、歴史なんてね、何が本当かってやっぱ分かんない、結構分かんないなって思いましたね、改めてね。例えばこれですね、最近もね、こう、有名なフランス人学者のエマニュエル・トット、僕の動画でも紹介しましたけれども、あの人ってのはね、こう言ってるんですよ。ソ連ができる以前ってのは、ウクライナがね、ウクライナって国であったってことは一度もないって言ってるんですよ。でも今ですよ、きっとね、そんなことはないっていう人もいるだろうし、なんか、もうそれぞれが信じてる歴史があるんですよね。だからこう、歴史って実はですね、全然こう、事実じゃないっていうね。誰かの主観によって記録されているものだし、もともとね。あと時にはですね、自分が信じたいね、信じたいようにねじ曲げて、これが歴史だって言ってるね。そう思ってる人もいるしね。まあそんなところですね。はい、ちょっと次。あ、ちょっとこれね、これ一緒にちょっとついでに紹介したいんですけれども、これですね、何紹介するかっていうと、あるですね、中国からアメリカに渡った女学生がいるんですよ。だからまだ若いんですけれども、その人がですね、中国と西側、まあアメリカなんですけれどもね、その教育の違いについてちょっと言ってるんですよ。ちょっとだけ紹介しますね。これですね、元記事はイギリス紙のガーディアンからですね、こう書いてあります。アメリカ時代に得た最も貴重なものは批判的思考。これまさにさっき香港のね、教育であったところですよね。これがなくされたわけですけれども、アメリカで得たものはこれ、批判的思考で、つまり提示されたあり方が必ずしも正しくないと見抜く力だ。アメリカでも批判的思考が常に奨励されてたわけではなく、時には罰せられることもあった。しかし、少なくとも学校制度を経て自由な思考を手に入れるのは可能であり、それは一度獲得すれば何者にも奪われない唯一の自由となったって言ってるんですよ。だから逆にですね、まあ、中国のことをいろいろ書いてないですけれども、中国が逆だった、こういうことを教えなかったって言ってるんですよね。ただこれ香港では教えてたわけですよね。これがなくなると。はい、そして次のニュースいきます。次のニュースはですね、これね、中国でテスラが禁止かみたいなね、そういったね、なんか本当にって思うよね、そういったニュースなんですけれども、ちょっとね、読んでいきますね。これがですね、北戴河当局の決定は、中国の習近平国家主席が成都を訪問した6月上旬にテスラ社の都市中心部への乗り入れを禁止されたわずか数週間後に出されたものであるってことで、だからこれですね、以前にもですね、習近平がですね、成都を訪れた時にテスラ社の乗り入れってのは禁止されていたと。で、今回ですね、北戴河ってところがですね、禁止になったってことなんですよね。で、こうあります。公式には発表されなかった成都のテスラ社規制は、今月初め、テスラ社が警察によって特定のエリアから迂回させられる動画がソーシャルメディアに投稿されたことで明るみになった。で、これがですね、なんでこういったことをやってるかっていうと、こうあります。ロイターは当時、指令書を見た関係者の話として、中国軍が昨年、車両に設置されたカメラに対するセキュリティ上の懸念を理由に、テスラ社の団地内への立ち入りを禁止したと報じた。でですね、これ以前もですね、ちょっと同じようなことでごちゃごちゃしたことがあったみたいで、その時にですね、テスラ自動車のトップのイーロン・マスクがこういうふうに言ってるんですよ。テスラの車は中国でもどこでもスパイしていない。そんなことをしたら会社が潰れると言ったんですが、その数ヶ月後、テスラは中国で販売する自動車が生成するデータは全て中国で保管すると述べたってことなんですよね。で、なんでこういうことが起こるかっていうと、これテスラの車にはですね、まあ、自動運転のために外部カメラとかね、なんかいろんなセンサーとかいっぱいついてるんですよね。それでデータ収集して、それをインターネットに送ったりしてるんですよね。
で、まあそういうね、データを集めて、まあ自動運転に役立てるってね、そういうふうに言われてるんですけれども、だから中国政府はそういうの嫌なわけですよ。なんでかっていうと、カメラで何が映るかわかんないじゃないですか。例えば、偉い人の動向とかね、軍事機密とか。なんかね、中国ってすごいね、なんか気をつけてるみたいで、こういうね、偉い人が集まる会議、サミットとかで、なんかね、偉い人が集まる詳細なスケジュールとかに行ってっての、なんか公の発表とかしないらしいんですよね。そういうの気をつけてると。でもそういうのがですね、もしかしたらね、テスラ自動車とかに映った、カメラに映ったものからね、なんかわかるかもしれないってことで気をつけてるってことなんですよね。それで、まあこういったね、偉い人が集まる時っていうのは、テスラ自動車の乗り入れを禁止したりとかしてるってことなんですよね。ちょっと面白いなと思って紹介してみました。はい、そして次のニュース。これですね、6月21日からですけれども、アメリカで新しい法律が施行されて、これがですね、ウイグル強制労働防止法。これはなんか強化されるのかな？これが新しくできた法律の名前なのかな？ちょっとわかんないですけれども、こうやってね、ウイグル関係のものが強化されると。で、どうなるかっていうと、中国からね、輸入品のうち、強制労働で生産されてないことを証明できない商品の輸入を阻止する権限を強化する法律ってことで、よりですね、なんかね、まあ、中国から入ってくるもの、ウイグルさんみたいなものね、すごいより厳しく取り締まられるってことで、だから前もちょっとありましたよね。なんかユニクロとかの商品がアメリカにね、輸入しようと思ったら、まあ、ユニクロの店舗ってアメリカありますからね、アメリカに商品を入れようと思ったら、これはウイグルで作ってるんじゃないかって止められて、結局多分ね、シャツかなんかだったんですけど、多分ね、その後も入ってないと思うんですよね。結局止められて、入れる中だと思うんですけども、こういうことはまあ厳しくなるってことなんですよ、よりね。なんかでもこれちょっと難しいですよね、これ。ウイグルの強制労働されてるものじゃないって証明できないと、入れられないってことですから、なんかちょっと少し悪魔の証明にも似たところがありますよね。どう証明するのかちょっとわかんないですけれどもね。まあ、ちょっと厳しくなると。はい、そして次のニュース。これですね、ニュース自体が2点3点したんで、結構知ってる人も多いと思うんですけど、何かっていうと、香港の水上レストランが沈んだっていうね、わかるでしょ？あれ2点3点してますよね。これちょっと紹介したいんですけども、知らない人もいるかもしれないね。で、これがですね、ニュースのタイトルが、香港の水上レストラン、南シナ海で沈没、かつての観光名所ってあったんですよ。で、僕ね、一番最初にね、このニュースのタイトル見たときに、まあね、こう、沈むわけないからね、なんかこう、単純にこう、倒産かなんかしたって意味かなと思ったんですよ。でもこれ、結構前に倒産したら僕知ってたんで、なんだろうと思ったら、ちなみにこれ、水上レストランってこれです、これ。これです、これ。すごい有名なところなんですけれども、これがなんか沈没ってあるからね、沈没はしないでしょ、つってね。で、倒産したってことかと思ったけれども、倒産はね、なんかずいぶん前にしてるなと思って、ずいぶん前って去年ぐらいかな。そういうのあったんですよ。何かなと思って読んでみたら、これなんとですね、本当に沈んでるっていうね。で、これがなんでかっていうとですね、これ、まあ、ちょっと後日談に2点3点するんですけども、とりあえずですね、まずちょっと紹介しておくと、これが、なんかですね、まあ、レストランが潰れたと。で、これ一応ね、港みたいなところにね、だから陸に接してるわけじゃないですか。そうするとね、そのなんか港かなんかの使用料ってのはかかるんですよね。で、香港って言ったらですね、めちゃめちゃ値段高いんですよ。まあ、家賃とか全部高いですからね。で、そういったね、港に泊めてくるのもすごいバカ高かったと思うんですけど、でも、レストラン潰れてるわけじゃないですか。そういったこともあって、レストラン潰れたけれども、まあ、オーナー会社っての別にあって、これ多分倒産してないと思うんですけれども、それでお金を払わなきゃいけないのが嫌なんで、とりあえずですね、これ。香港に止めておいたね、その、まあ、水上レストランとか船みたいになってるんですけど、それをですね、まあ、カンボジアの方に引っ張ってたらしいんですよ。で、これが引っ張ってる途中、なんか栄光って言うんですけどね、船を船で引くみたいな感じ。だからこんな感じです、これ。写真こんな感じ。これをやってたらですね、カンボジアに行く前に、なんかね、途中でこれですね、水深1000メーターのところで沈んでしまったと。そういったニュースが出たんですよ。で、ああ、そうなんだってね、残念みたいな声がいっぱい出たんですけれども、そしたらこれはですね、こう、なんか、1日か2日後に、またニュース出たんですよ。どんなニュースかっていうと、これですね。このだから水上レストラン持ってた会社ですかね。ここからですね。いや、沈んでませんっていうニュースが出たんです、今度。沈んでないっていうニュース今度出るっていうね。で、しかもなんか、詳細がわかんないですよ。詳細わかんないけど、沈んでないらしいっていうニュースが出て、そしたらですね、そっからまた1日ぐらい経って、今度ね、なんか、またちょっと事情が違うってことが判明するんですけど、どういうことかっていうと、なんかね、確かにこれね、最初に沈んだって出て、いや、沈んでないっつって、どっちなんだと思ったら、なんかね、これ、引っ張ってる時に確かに壊れたは壊れたらしいんですよ。で、一部壊れて、一部浸水してると。ただね、完全には沈んでないって意味で、なんか翌日にですね、沈んでないってニュースが出たんですよ。なんか、沈んだって言われて沈んでないって言うから、大丈夫だったと思ったら大丈夫ではないっていうね。だから、沈んでるわけじゃないけど、上の方で壊れた感じで、一部浸水して漂ってるっていうね、そういう感じだっつって。まあだからね、何にしてもこのレストランですね。まあなんか、これ最初、当初のプランとしては、カンボジアに引っ張って、で、止めといて、まだ使えるんで、誰かね、買ってくれる人を見つけようとしてたらしいんですよ。でもね、まあもう壊れたらしいですからね、沈んでなくても。だからまあ、次の買い手が見つかるってこともないんですよ。だからもう復活はないってことになったんですよね。それはちょっとね、かわいそうかなと思いましたけれども。で、今ですね、もうなんかこう、半分沈んだみたいな形で漂ってるんで、
完全に沈めるしかないみたいなね、言われてるらしいんですけれども。でもそれもなんか法律的にいいのかな、わざと沈めるってね、ちょっとわかんないですけど。そんな感じです。あ、そしてこれちなみにですね、なんかコロナ禍で潰れたって思うじゃないですか。そうしたらこれが意外にね、まあコロナがダメ押しだったんでしょうけど、意外でこれがね、もう2013年からずっと赤字だったらしいです、ここって。だから2013年からずっと赤字だってもう無理なんですよね。よく今までやってきたなって思いますけれどもね。まあそんな感じです。はい、そして次のニュースです。これがですね、なんかちょっと僕がね、今まで聞いた中国関連の中のニュースで、最もちょっと恐ろしいニュースっていうか、ちょっと人権無視というかね、えげつないなって思いました。これがですね、どんなニュースかっていうと、こうあります。ポルノを検出するヘッドウェアが登場っていう、まあそういったニュースです。すいません。で、これなんかね、まあ中国って言ったらポルノが基本的に法律違反なわけですよ。で、これがですね、こうあります。ちょっと読んできます。中国の科学者は違法コンテンツの消費を脳波から検知するヘルメットを開発したって。まあ、こんな感じです、これ。まあ、ヘルメットっていうかこんな感じですけどもね。で、これね、何をする気なんだ中国ってね、思うんですけれども。あ、ちなみにこれですね、こうあります。研究チームによると、現在のところ、この装置の総合的な精度は 80% であり、だからね、このヘルメットをしてちょっとエッチなやつを見ると、ここがね、わかるってことなんですよ。なんか、お前今エッチなやつ見てるよねって言って、脳波からわかるっていうね、そういうヘルメット作ったらしいんですけど、その精度が今のところ 80% だと。で、この理由が書いてあるんですよ。この理由が、これは利用可能なトレーニング教材が不足しているためであるとしているっていうことで、わかります?だから、エッチなの見たらここがわかるってやつで、で、利用可能なトレーニング教材っていうからね、トレーニング教材っていうか、だから、エッチな写真とか、そしたら素材が不足してるってことなんですよ。なんでかっていうと、まあ、中国はね、そもそも、この、ポルノとか禁止だからね、そういったものはないっていう、一応ね、まあ、あるんですけどね、本当に。あるけど、一応ないってね、少ないってことで、そんなにちょっとこう、AI とかに学習がね、できないってことなんですよね。なんかまだまだ、ちょっと不足してるっていうね、勉強が不足してるっていう、何の勉強だって感じですけれども、まあ、そういうニュースがあったんですよ。いや、だから思ったんですよ、これ。もう日本に来いと、ありとあらゆるジャンルのものがね、あるぞっていうね。なんかすごい、あ、ダメか。来ちゃダメか。逆に来ちゃダメだ。もう絶対来ないでください。絶対来るなっていうね。うん。なんか今ですね、中国ではですね、今年の初めに中国のサイバー空間管理局ってところがあって、そこはですね、SNS とかにあるですね、違法なポルノを浄化するキャンペーンとか開始したらしいんですよ。だから取締りがなんかちょっと厳しくなってるっていうかね。なんかね、もうそれ取締りのやつが違法だろ。逆にそれは違法だろって僕思うんですけれどもね。うん。まぁ、ちょっとね、日本語がちょっとわけわかんなくなってますけれどもね。はい、そして最後のニュースです。これちょっとですね、なんかちょっと動画でやりたかったんで、中国じゃないんですけれども、これだけ紹介しております。これちょっとアメリカなんですけれども、これね、多分ね、昨日とか今日とか一番ね、アメリカのニュースメディアで一番取り上げられてると思うんですよ。一番大ニュースだと思うんですけど、これなんとね、アメリカで中絶、だから人工中絶が禁止みたいなね、そういったニュースなんですよ。これすごいなっていう。まあ、これ正確に言うとですね、中絶が禁止になったわけじゃないんですけれども、これね、ちょっとだけ説明させてもらいたいんですよ。で、まずこれですね、アメリカっていうと、まあ、いろんな宗教あるじゃないですか。で、まあ、宗教的な観点からですね、中絶はダメだっていうね、そういった派がいるんですよね。で、以前ですね、まあ、以前って言っても数十年前なんですけれども、その時にですね、中絶の権利を争った裁判っていうのがあったんですよ。で、その裁判の結果ですね、どうなったかっていうと、中絶をする権利を認めるっていうね、そういったなんか憲法解釈なのかな、なんか憲法的に中絶の権利を認めるってことになったんですよ。そういう結果になったと。で、そうかってことで、それでですね、アメリカ全土で中絶は OK、法律的に OK ってことになったんですよね。数十年前ね。そしたらこれがですね、なんで今かわかんないですけど、今頃ですね、あの時の裁判の結果、無効だっていう風に、最高裁がですね、そのさっきあったね、判決、さっきあった結果っていうのを覆したんですよ。だからね、中絶の権利を認めるっていうのは、ね、一回認めたっていうことになったんだけど、認めない。それはね、なしだってことになったわけですよ。そしたらこれですね、どうなったかっていうと、避けてね、アメリカ全土の憲法の後ろ盾として中絶はね、OK、認める、中絶する権利あるって言ってたの、なくなったからどうなったかっていうと、あとですね、州ごとの判断になるってことになったんですよね。だから、州の法律で中絶をね、禁止することができるようになったってことなんですよ。州ごとで決めれると。で、今ですね、言われてるのが、半分ぐらいの州がですね、これによって中絶が禁止になるだろうって言われてるんですよ。でもね、早くも動きが出ていて、だからもう最高裁がね、どっちかね、結果を出すっての分かってたんで、なんかね、それで禁止になったらこういう風にしようって準備してたところもあったみたいで、例えばね、テキサス州なんかね、この判決が出た瞬間にですね、テキサス州の、そこのですね、司法のトップの司法長官が、もうね、禁止になりましたって即日ね、発表したんですよ。1時間、2時間後に。なんか、うちは中絶、うちのテキサス州は中絶禁止になりましたって発表したんですよね。で、なんかですね、もうすごいなんかそれが嬉しかったみたいで、なんかそれが決まった今日はですね、今後ですね、毎年祝日にしますとかってね、発表してたりとかね、そういう風に起こってるんですよ。だからすごいこと起こってるなと思って。アメリカでいきなりですね、中絶が禁止ってね、そういうのになっちゃったわけですよ。
だからすごいなって思いましたね。僕もびっくりしたんですけど。だからこれから何が起こるかっていうと、例えばね、テキサス州に住んでる人っていうのは中絶禁止ってことが法律になったから、そしたらもう、モグリでね、モグリの医者とかに中絶をしてもらったりとか、そうするともちろんね、事故が起こったりとか、あと他の州にわざわざ行ってですね、中絶する人とかね、まあ、いろんなね、いろんなこと起こるなと思うんですよね。とにかくびっくりっていうね、そういったニュースでした。はい。ということで、今日ちょっと一応ね、中国関係のニュースだったんですけど、最後ね、こんな感じでしたけれども。今日はこんなところでございます。まあね、なんか、香港はずっと中国だったってね、すごいなって思いましたけれどもね、これもこれで。